皆様おはようございます。改造車ジャーナリストズチーパフォーマンスです。今回は先日ついに完成いたしましたこちらのブラバス体感を今回お客様のご自宅へ納車に行っていきたいと思います。今回はちなみに神奈川県のお客様ということで神奈川県にこれから行っていきたいと思います。体感意外に幅があるみたいで、うちのこの積載車だと両方ギリギリということで、ホイールが少し出てるのもあるんですかね。あとはエアサスなんで車高も上げ下げ可能なんで、割とこう積載車に積むのはそんなに難しくない車です。それでは行ってまいります。というわけで今回はボンドボディ麓店長の納車に同行します。はい、はい、これお客様あれなんですよね、はい、支店じゃなくて直接ボンドボディで直接そうですねやり取りさせていただいてるお客様ということで、はい、問い合わせいただいて、はい、800のコンプリートが欲しいと最初そう、ネットでその800ブラバス800のゲレンデがネットに出てて、そのコンプリートカーを買いたいんだっていう問い合わせからだったのね、初めは。でまあもちろんそのコンプリートカーもいいんですけど、その日本で使っていくっていうことを考えたら日本で作るのも悪くないんじゃないですかっていうことで、まあ、見積もりとかご案内して、で半年ぐらいそれから特に連絡なかったのかな。で、まあ、金額も金額だからね、まあまあ問い合わせで終わっちゃうのかなって思ってたんです。なるほど。実は半年ぐらい経ってから、でも実はもう車を注文しましたと。で案内いただいた内容でブラバスを作りたいっていうご連絡をいただいて、そこから部品用意して、でこの間の動画の800のお客さん出ないんですよ。あ、そうなんだ。最初から作り上げて納めたのが2月ぐらいだったのかな。で、まあ、実はあの体感がもう納車されるんですなんていうお話を聞いてて、じゃあうちテックアートもあるし、何かご提案できればご案内しますねなんて言ったら、ブラバスが今回体感発表して、お客様もすぐネットでそれを見てすぐ電話いただいて、いやこういうのが出たみたいなんだけどっていう話で、いや実はあのツッチーパフォーマンスが今ちょうど行ってて、あのちょうどそういう報告を受けてるところなんですって、じゃあちょっと詳細分かったらご案内しますねっていうことでご案内したら、じゃあお願いしますっていう。最速でチェックしていただいて、すごい最速で情報いただけたと。そうですね。最初のきっかけはメールでのお問い合わせで、そうですね。800ですけど、今回この体感プラバスが完成したという閑静な住宅街ですね。え、これおじですか。そうです。え、やばっ。でかい。はい、というわけでお客様宅へ到着いたしました。ちょっと どこまで撮らせていただけるかわかんないんですけど、お伝えしたいと思います。ただいまお客様より動画 OK ということで、できる限りお伝えしたいと思います。そうですね。めちゃくちゃかっこいいです。いやいやいや、もう一台買ったんですかって言われそうな。そうですよね。そう全然違う車になって帰ってきてますから。今回こうキャリパーの色と、あと内装の色とすごく合ってるんで、エンブレムめちゃくちゃかっこいいですね。いや、もともとそのあれですよね、ブラバスが体感に初めて対応したって言った時の、はい、ボディのイメージっていうかね、あの差し色がグリーンですね。そうですそうです。内装も確かグリーンをアクセントに入ってて、グリーンなんですよ、はい、だから白でシートを赤にしちゃったんで、はい、これをグリーンにすることはできないから、あ、そうですよ、ね、差し色を赤にするしかないなっていうので、まあまあでもいい感じで。さあ皆様ご覧ください。なんと以前ボンドボディで製作させていただいた G800 マグノナイトブラックの車が入っていると。そして隣は僕も聞いてなかったです。2008年でもう10年経ってますよね。はい、その当時のこれはノンタブなんですけど、はい、ブラバスのキットをちょっとつけて、まあ、リアのスポイラーをつけて、めちゃくちゃかっこいいっすねこれ。いやいや、これちょっと撮っていいですか。そう仙台ゲレンデのブラバス仕様。
しかもちょっとグリルガードとかもついて、すごっ、これやばいっすね。G63 の、はい、ノーマルで僕ほら乗らずにそのままほらお願いしたじゃない、はいはいはい、だからどんだけ違うのかっていうのがちょっともう最初から800人乗られてる。そうそうそう、ディーラーに取りに来てもらったんで、はい、あ、そうなんです。 そのまんまね、入庫したんで最初のドライブがもう800馬力になってるっていう。そうそう、だから G63 のその印象というかね、はい、最初のどれだけ違うのかなっていうのがなかなか分かりづらい状態ではあったけど、ただまあ、あの踏み込むのも全然パワーを相当違いますよ。もう全然これで500馬力ぐらい違うと思うんですよ。まあそうですよね、300ぐらいしかないんですよ、はいはい、というわけで今回この800のボディカラーに合わせてマグロナイトブラックっぽいラッピングで、これかっこいいな。この2台はやばいですね、先代と現行と。ある意味エコに反する確かに対局が並んでます。そうそうそう、そうなんです。ちなみにブラバスはずっとお好きなんですか？ね、これ買った時から、はい、結構ブラバスのキットをいろいろ探したりしてたんですよ。やっぱりこのスタイリングと特別感ですか？そうですね、やっぱりこの頃のゲレンデそんなに皆さんあんまり乗ってる感がなかったんですけど、こっちになったらそうですね、相当に人気が相当ですね、もう合わないしはないぐらいやっぱりちょっと違うなっていうのはやっぱありますね。あの僕らもドイツあの5月行かせていただいたんですけど、はいはいはい、ブラバスの中の人ももう40年とか働いてる方もいらっしゃるんですけど、もう未だかつてないって言ってました。やっぱりそうです。こんなにあのパーツが出荷されるっていうのは40年働いてきて一台もそんな経験ない。ちょうどやっぱりゲレンデ自体が売れてるみたいですね。世界的にもう生産とも発送も追いつかないっていうさ、やっぱりポルシェで対応すると思ってなかったので、そうですね、全然イメージなかった。そうなんですよ。800と仙台ゲレンデブラバスというプチブラバスディーラーですね。ここで完成してます。いやもう車も好きなんですね。なんかおっしゃってましたけど、せっかくだから、はい、いろんな車乗ってみようみたいな。いや結構なんかこうジャンルでこうまとめてラインナップされてる方もいらっしゃいますし、はい、今回みたいにこう幅広くいろんな車ラインナップされて、いや絶対楽しいと思うんですよね。今日これ乗ってこうみたいな、はい、今日は荷物乗せるからこれ乗ってこうみたいな。いやもう羨ましい限りです。そしてあの僕なんか完全に動画を撮りに邪魔しに来ただけなのに、あのお土産までいただいちゃって、なんか申し訳ない気持ちで帰るんですけど、はい、本当にありがとうございます。というわけで今回はブラバス体感納車編をお届けいたしました。また機会あったらいろんなお宅お客様のもとへ突撃したいと思いますんで、うち撮ってくれよとかっていうのがありましたら行きますんで。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と、もし動画が良かったなと思ったら高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。